はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回も夏民が筋トレをしますのでご覧ください。今日はですね、このように四つん這いになってもらって、手は、まあ、肩幅ぐらいに開いて前についてもらって、膝をこのように置きます。片足ずつやるんですけども、まず右足からなんですけど、このようにちょっと上に右足を上げて、片足を上げてもらって、で肩になるべくつくように、ここですね、つくようにこう膝を曲げてください。できない方は軽くでいいです。で斜め上にですね、この足をこう伸ばすように、伸ばしたり縮めたりする運動なんですけども、このような体勢で10回やりたいと思います。この運動はですね、足にも効きますし、あとお尻に一番効きます。お尻がこじりになると思います、これ頑張ってやると。あと、こちらのあの、腹斜筋っていうんですか？脇腹にも効くので、腹筋の方にも効きがあると思います。それではやってみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、伸ばしたときにですね、かかとをこう上に上げるような感じで伸ばしてみてください。それを左右、そうですね、今右足出したので、今度は左足の方も同じように10回やってみてください。はい、これで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。